こんにちは、ステレオカメラの相葉です。今回ご覧いただいてますカメラは、ライカの最初のですね、 M 型レンジファインダーデジタルカメラボディ、ライカ M8.2 ですね。はい、最初はライカ M8 なんですけれども、その進化版として発売されたのがこのライカ M8.2 ですね。はい、M8 と、変わっているところはですね、この塗装がですね、M8 はブラッククロームだったのに対して、M8.2 はこうしたですね、ツヤのあるブラックペイントになってますね。非常に綺麗な見た目になってます。でもってですね、このフロントのライカロゴが赤く目立ったものがですね、黒く目立たないようになってますね。はい。でもって、この針側もですね、このサラサラした、針側から、こういったバルカナイトのですね、こう滑り止めの効いた、ものに変わってまして、あともう一つ大きな違いはですね、この、はい、このスナップショットモードというのが追加されておりまして、でもって、シャッタースピードが8000まであったんですけれども、それがですね、このシャッタースピードのですね、シャッターのですね、音が、ちょっとですね、大きめだったのが、静音化されて、そのためにですね、4000分の1秒まで下がりましたね。はい。まあ、8000分の1秒ってあまり使わないシャッタースピードでしたんで、こちらの方がいいというふうにですね、評判もいいわけですね。はい。スナップショットモードというのはですね、まあ、ライカのお使いになる方はですね、ほとんど、ストリートスナップとかですね、をお使いになると思うんですけれども、スナップショットにですね、最適にですね、調整、自動的にしてくれるというですね、いろんな機能がついております。スナップショットモードについてはですね、今回、小冊子みたいなのがついてますので、それをご覧いただけましたらと思います。あとはこの液晶のですね、ガラスがサファイアガラスにですね、変更されておりまして、この非常に傷がつきにくい硬いですね、素材に変更されてますね。ベルトのバックルとかですね、カメラバッグの中ですね、擦れて、こう、擦れだらけになっちゃったりとか、そういうことがしないわけです。はい。ということで、ライカのですね、非常に評価の高いライカ M8 ですね。もうですね、ライカ M10 まで出ておりまして、M8 が発売されてからもうすでに10年、12年ですかね、が経過してるんですけれども、未だにですね、人気が衰えずにですね、この M8 をですね、探し求めてお使いになっているユーザーさんも大勢いらっしゃいますね。やっぱり、このセンサーがですね、コダック社製の CCD センサーを使ってるんですけれども、その CCD センサーがですね、このライカのオールドレンズですね、ズミクロン、ズミルックスというような、非常に今でも愛用者の多いですね、オールドレンズと非常に相性がよく設計されてるんですね。その場の空気感まで精密に映し出してくれるということで、その CCD が非常に評価が高いわけで、やはりですね、M9 以降になると別のソニー製のCCD とかに変更されていくわけですけれども、やはりそれもまあ悪くはないんですけれども、この M8 の CCD センサーっていうのは唯一無二のですね、非常に評価の高いセンサーになっておりますので、ぜひですね、お使いになってお試しいただければと思います。はい。じゃあですね、本個体の、状態から見ていきたいと思います。ご覧いただいてます通りですね、やはりうっすらとですね、ところどころ使用感はあるんですけれども、おおむねですね、綺麗な状態と言ってもいいと思いますね。はい。このペイントはですね、やはりこう削れてですね、中身の真鍮とかができやすいんですけれども、この個体は目につくスレとかですね、当たり、ゴミといったものは、見当たらずに非常に綺麗な状態をキープしております。この液晶の傷とかすれもないですね。非常に綺麗です。ちょっとバッテリーが入ってなかったですね。カードが入ってなかったんで、カード入ってませんって今言われましたけど、ご覧のようにですね、液晶の焼けとかですね、見にくさとかもないですね。はい。このユーザーインターフェースはですね、非常にわかりやすくてですね、直感的に操作できる操作系になってますね。はい。はい。
という感じで、はい。ですね。ご覧のように、非常に外観は綺麗ですね。底蓋にもですね、保護フィルムが貼られたままになっております。強いて言うとですね、ここにちょっとすれがある程度ですかね。このぐらいで、あとは綺麗な状態ですね。はい。この文字の削れとかもないですね。アイキャップも綺麗。で、ファインダーも綺麗に見えてますね。ゴミ散り混入とか、ホコリ散りも見えませんね。はい。何枚か試写も行って持つけれど、ますけれども、内部の動作に全く不具合はなく、快調に動作しておりますね。で、もってですね、この CCD センサーもですね、ゴミ散りとかですね、混入というか、貼り付きもなくてですね、黒い影が映ったりとかすることもなく、綺麗な状態ですね。コーティングの剥離とかですね、そういったものも発生していませんね。ただ、CCD のですね、この、フィルターコーティングの剥離というのがちょっと発生するものがあるらしいんですけれども、ですね、こちらは交換しているかしていないかはちょっと不明です。はい。ちょっとわからないんですけれども、現時点では発生していません。はい。はい、という感じで、非常にいい状態のいいですね、ライカ M8.2 ですね。付属品ですけれども、今入れたバッテリーが一つと、バッテリーのチャージャーですね。チャージャーと、バッテリーのケーブル類ですね。はい。ケーブルが付属、すべて付属しております。はい。で、パソコンとかと接続する USB もありますね。こちらが、はい。こちら、袋から出しちゃってますけれども、おそらく未使用の、はい、ストラップですね。ライカストラップと、まあ、一応 CD とかもついてますね。はい。それと、取説類ですね。日本語の取説がしっかりと付属しております。はい。まあ、非常に直感的に使いやすいカメラですので、はい。この説明書と首引きになることはないと思いますけれどもね。はい。あとは、ドイツ語、英語のもついてますね。はい。それと、こちらの中箱ですね。はい。こちらの中箱。ウレタンの入った長箱が付属しております。こちらにすっぽりとこう収めてですね、蓋側にもウレタンついてますので、はい、すっぽりと収めて、ショックや、はい、傷などつけずにお届けすることができます。で、最後にこちら、外箱ですね。はい、こちらの、はい、外箱が付属しております。はい、こちらも、切れたり、潰れたり、することなく綺麗な箱ですね。はい。ご覧のようにライカ M8.2 ですね。でもってシリアルも、はい、一致してますので、正真正銘の元箱です。はい。ということでですね、非常に人気の高いライカのレンジファインダー。デジタルカメラボディ、ライカ M8.2 の非常に状態のいい個体になっております。ぜひ、お早めにチェックしてみてください。以上です。